ございます。おはようございます。アメン。では、行きましょう。アメン。ハレルヤ。アメン。11月21日。エイジさん、おはようございます。エイジさん、おはようございます。それでは、外配信。今日は、天気がいいですよ。天気がいいですね。じゃ、行きましょう。はい。いい天気ですね。今日はですね、土曜日ですので、なるさん、おはようございます。はい。今日は、あれですね、土曜日なので、空いてる人があまりいないと思います。天気悪くないですか？電波ですか？電波悪いかな？花が、新しい花が咲いてます。わあ、空が、いい空ですよ。見てください。青空。青空ですね。ほとんど人がいない。ほとんど人がいますよね。ほとんど人がいますよ。はい。はい、ほとんど人がいます。それでは、地震雲。地震雲、どうかな。最近こういう雲多いですよね。最近こういう雲多いです。それではですね、昨日はですね、昨日、おとといはゲームについて放送したんです、夜ですね。で、その反応としてですね、結構やはりゲームにハマってた人、いるようですね。ゲームにハマってる人いるようです。おはようございます。おはようございます。お金をだいぶ使った方もいますね。そして、時間を、時間を無駄にしたというか。あよさん、救われますか？祈ってあげてください。進行ゲームがしたい。いいですね。進行ゲーム。イスラム過激は日本に攻撃すると思いますか？わかりません。わかりません。あ、エイジさん、自分もそうでした。ね。よしお、おはよう。よしお、おはようですね。おはようございます。皆さん、やはりですね、その、時間はですね、天国に行けば永遠ですね。天国に行けば、時間は永遠なんですけど、この地上においてはですね、限られてるんですね。あ、ちょっと日が当たってるところがありますね。日が当たってるところ。私たちの時間をですね、本当に何のために使うべきなのか。私たちは、たまたま生きてるんではないんですね。たまたま生きてるんじゃなくて、神様に生かされてるんですね。神様に生かされて、そして、何でしょう。
その、なんでしょうね。時間をも与えられているという、時間を与えられているんです。そしてそれは目的があるんですね。私たちの時間は、まあ自分のもののように見えますけど、そうじゃないんです、ね。私たちの時間はですね、神様にね、本来目的を持って与えられているんです。ですから、自由に、例えばですね、その会社に行くとするでしょ。で、その会社に行ってですね、その会社でですね、なんかゲームやったりね、会社でなんか自分個人のメールをやったりね、インターネットサーフィンしたらですね、まあ会社で怒られるわけです。なぜかというと、会社の時間は個人的にまあ使っちゃいけないわけでしょ。会社にいるときはですね、その会社のために時間を使わなきゃいけないわけじゃないですか。そうですよね。まあそれと同じように、私たちは人生はその自分のためにまあ使っちゃいけないんですね。人生はその、時間をくれた方のために使うんです。時間をくれた方のために。多くの人は、その、会社でゲームやるように、まあ、その、人生という、ね、その、神様が時間をくれてますけど、それは神様のために使う時間。神様のために、その、時間を使うために、ね、あるんですね。ドナルド・カーンさん、おはようございます。久しぶりです。皆さん、ドナルド・カーンさんは多分アメリカからだと思いますね。アメリカから聞いてくださっているんじゃないかと思うんですが。よく来てくれました。おはようございます。おはようございます。ツイキャスもアメリカから見てくれてるんですね。ツイキャスもアメリカから見ることができる、できるんですね。はい。まあ、そういうわけで、皆さん、もう一度言います。私たちのね、時間は、ね、神様から与えられている時間です。無駄に使ってはいけないのです。ね。無駄に使ってはいけない。有効に使う必要があります。まあ、会社は会社の仕事があります。ね。会社には会社の仕事があります。しかし私たちの人生も、ね、目的があるんです。サタンに蝕まれそうなんですけど、どうしたらいいですか？はい。イエス様、助けてと。イエス様、助けて。イエス様が助けてくれることを信じましょう。イエス様が助けてくれることを信じましょう。ね。イエス様、助けてと言いましょう。そうすれば、イエス様が助けてくれます。心配しなくていいのです。イエス様が助けてくれると信じましょう。イエス様は優しい方で、どんな時でも助けてくれると信じるんです。有効に使った方がいい。時間を有効に使いましょう。人生を有効に使いましょう。皆さんの、ね、皆さん、例えば、ね、ゲーム人生、パチンコ人生、競馬人生、バカバカしいと思いませんか？ね、無駄なことに時間を使う。ね、もう、ゲーム人生。それから、パチンコ人生。無駄ですよ、皆さん。もうすぐ朝日が出ます。あ、もう出てるかな？朝日が出ました、皆さん。今日は、
眩しいですね。久しぶりに朝日が出ました。太陽は、空は広いです。空は広くて青くて、素晴らしい。皆さん、空を見て、ね、素晴らしい世界があるんだ。素晴らしい広い世界があるんだ。ぜひ皆さん、その、無駄なことに、時間を使うのではなくて、もっと良いことのために時間を使うではないでしょうか。皆さん、神様のためにね、神様に、祈ると素晴らしいことが起きるのです。神様のために、素晴らしい時間の使い方、素晴らしい人生の使い方を、いいですか？人間の力は無力です。人間の力をですね、あまり、大したことできないかもしれません。無力です。しかし、全知全能のお方、全知全能のお方により頼むのです。私たちの人生は、イエス様の、力によって生きるのです。自分の力では何もできないと思ってください。自分の力で生きようとすると、暇つぶしが必要になります。皆さん、暇つぶしということは、まだ人生の意味がわからない。暇つぶしというのは、ね、まだ、その、何をしていけばいいとかわからない。ただ、時間がある。ああ、何か面白いことがないかな。楽しいことないかな。結局、快楽を求めてしまう。欲を求めてしまうようになるということですね。風俗行ってもいいですけど、ダメです。風俗行ったらですね、悪霊が入ります。ね。悪霊が入ります。風俗に行くことは、神様の栄光を表さないんです。風俗に行くことはですね、神の、ね、神様に似せて作られた人間の尊厳を汚してしまうんです。風俗に行くということは、ね、悪霊と関わることなんですね。ね、ピンサロもダメです。ピンサロもダメです。皆さん、清く行きましょう。ね、その欲に、従ってはいけません。私たちは清く生きることができるんです。時間もですね、汚れたことに使う、時間と、その良いことに使う時間があるんです。皆さんは、その汚れたことに使う時間ではなくて、この配信してるのは無駄なんじゃないの？と思うでしょう。この配信はとても無駄じゃないと思う。なぜかというと、ね、ゲーム人生を、ね、ギャンブル人生をですね、やめる方法を言ってるわけです。つまり、この放送でゲームをやめるならば、この放送で競馬をやめるならば、この放送で、無駄な時間をやめるならば、すごい、人にとって無駄な人生をやめることになるんですから、とてもいい時間だと思いませんか？最近音はうるさいですね。そういうわけで皆さん、皆さんの人生を振り返ってください。本当に、その、どういう人生を送ってるのか、どういう人生を
送ってるか皆さんチェックして吟味してですね、今からでも間に合います。今からでも間に合います。今からでもね、意味のある人生、価値のある人生、天に立る人生、神様に、あ、ちょっとサザンカ、サザンカ咲いてます。昨日ちょっとマリーゴールドを写しなかったですね。今日マリーゴールド。日が当たって綺麗ですね。日が当たって綺麗です。はい、そういうわけで、皆さん、多くの人は時間を無駄にし、お金を無駄にし、人生を無駄にしています。多くの人はですね、この、何のために生きるかがよく分かってないために、ね、暇つぶしを考えています。皆さんの人生をですね、その良い人生にしたいのです。最高の人生にしたいのです、ね。残る人生にしたいんです。イエス様が将来再臨されますね。再臨というのはもう一度来るということですけど、その時に全ての人にですね、報いを携えてくる。報いを携えてくると書かれています。つまり、送ったならば、無駄な人生に対して、なんかチューチューが起こってますね。チューチューが起こっておりますが、無駄な人生は無駄な人生として、その、フィーちゃんピースして、無駄な人生に対して、ね、その、イエス様に責められます。しかし、イエス・キリストのために生きるならば、イエス・キリストのために生きるならば、その報いを受けます。天の宝を携えて、天の宝を積んでですね、その報いを受け取ろうではないでしょうか。そして私たちのその生きた人生が、人生に対して栄誉を受けようではないでしょうか。もし会社でですね、素晴らしい業績をしたら、ボーナスをくれたり、昇進したりするじゃないですか。ね、会社で活躍すれば、それなりに評価されます。それと同じように、この人生も、神様のために、その、良い働きをするならば、良い行いをするならば、神様に評価されるんです。神様に、よくやった。よくやった。そういうふうに、神様に評価されるような、そういう人生になるんです。ぜひ皆さん、その、人生を振り返ってください。皆さんは時間をどのように使いましたか？何か皆さんの人生で残っているものありますか？皆さんの人生、何か残っているでしょうか？皆さんの人生がね、残る人生、意味のある人生、価値のある人生、そういう人生になってほしいんですね。今からでも遅くありません。
今からでも遅くありません。イエス様おっしゃいました。ね、朽ちない財布を持ちなさいと。朽ちない財布。朽ちない財布っていうのは、結局、その、ね、なくならないお金というか、なくならないお金をですね、入れるお財布のことです。それはイエスキリストを信じて、イエス、蹴ってきましたね。イエスキリストを信じてですね、天の宝を蓄えるお財布、まあ、天国銀行の口座と言っていますが、その天国銀行の口座をですね、開設するというか、イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて初めて、天国大学の天国銀行の口座を作ることができます。そこでなくならないお金、多くの人はですね、なくなるお金を求めています。この世のお金はこの世のためですが、しかしそれは、この世も一時的なように、この世のお金も一時的で、結局のところなくなっちゃうんですね。結局、この世が滅ぶと同じように、この世のお金もなくなってしまいます。ぜひ皆さん、天に宝を蓄えましょうね。天に宝を蓄える。私たちの人生の目的は天に宝を蓄えることです。天に宝を蓄えること、毎日に意味があるんです。天国銀行の口座はイエス・キリストを信じることですね。信仰で歩むこと、罪を悔い改めてね、イエス様の弟子になることですね。切実な相談を持ちかけた人が大勢います。はい、まあプライバシーがあるので、プライバシーにならないような形でいろいろ説明していますね。もう一度最初から説明して。はい。なぜ人は寿命があるのですか。それはですね、すべての人にチャンスをくれてるんですね。神様は、ね、神様は皆さん、一人一人にチャンスをくれてるんです。その、永遠の世界、永遠の地を、獲得するチャンスです。皆さんが神の子供になるチャンス、そういうチャンスをくれてるんです。ですからぜひ皆さん、そのチャンスをゲットするんですね。そのチャンスを、せっかくの、ね、せっかくのチャンス、なぜ寿命があるんですか。つまりそれは、そのチャンスをくれてる時間だということです。チャンスっていうのは、その短い時間の中で、その得るものを得なければならないということです。だから皆さん、人生っていうのは、そういう永遠の命をゲットするチャンスだということです。皆さんはそういうチャンスがある、チャンスが与えられているんです。天国に行くチャンス、永遠の命を受けるチャンス、神の子になるチャンスを与えられているんです。それは思います。短い寿命の中でどう生きていくかみたいな。そうそうそう。そうなんです。ね。その短いチャンスをですね、無駄なことに使って、暇つぶしに使って、ね、もうゲーム人生、ね、お酒人生、ね、オナニー人生、もうそういう無駄な時間をですね、もう、無駄だということをまず理解しなきゃいけません。それは一時的な快楽にはまっちゃって、
ね、サタンに邪魔されて、無駄なことに、無駄なことに、ね、要するに時間を奪われている。その、悪魔にですね、悪魔に時間を奪われているんです。ね、悪魔に心を、そして、その、時間を奪われ、お金を奪われ、そういう、盗まれているわけですね。そういうものを盗まれています。で、そういうものをですね、その無駄にするんじゃなくて、その、本当に大事なこと、本当に意味のあること、その残ることですね。残ることのために、ね、その、使うのです、ね。今からでも遅くありません。もうこれから皆さんずっとゲーム人生でいいんですか、ね、ゲーム人生でいいんですか、パチスロ人生でいいんですか、アニメ人生でいいんですか、もったいないです。もったいないです。皆さんの人生はね、もう本当に、意味のある人生になってほしい。価値のある人生になってほしい。よくやった。よくやった。あなたはね、私のために頑張ったと、ね、言われるような人生。そういう人生を皆さん送れます。ね、そういう人生を送れます。そして実際にですね、皆さん、この放送を見てですね、そういう、ゲームをやめれたとか、それから、ギャンブルやめれたとか、お酒やめれたとか、そういう人はね、いるんですよ、たくさん。明かしタイムがありますよね。で、その明かしタイムの時に、たくさんの方が、そういう、変えられていくんです。イエス様の力です。十字架の力で、たくさんの方は、そういうふうに、良い方向に向かっています。良い方向に向かっています。明かしタイム全部が本当ではないかもしれません。その中には、ね、ネタもあるかもしれません。でも、本当もあるんですね。本当の証もあります。ですから、皆さんには、その、イエス様に救ってもらう必要があるんですね。イエス様に救ってもらう必要があります。ぜひ、皆さん、私はね、BSP の方もそうだし、いろんなリアルの方もそうだし、イエス様に変えられた人たちの証をたくさん持っています。たくさん持っていますね。ぜひ皆さんも、その、新しいブレイクスルー、人生の、その、新しい人生と言ったらいいでしょうか。その、やり直しが効く人生、ね、生きがいのある人生。質問しかと、ごめんなさい。質問、なるべく答えますので、ごめんなさい。ルークさん、おはようございます。どの教会に行っても同じ、いえいえ。教会にもですね、いろんな教会があります。私は、プロテスタント、聖霊派のカリスマ派です。で、まあ、カリスマ派であればどこでもいいっていうことではありませんが、教会に行くなら、カリスマをお勧めします。じゃあ、この配信を見るのもダメなんですか？この配信を見て、イエス様の教えを学んでください。この配信を見て、具体的な時間の過ごし方。イエス様の弟子ですから、イエス様から学ぶ、イエス様の教えを学ぶということがまず第一ですね。イエス様の教えを学ぶ。まあ、この放送で学ぶことができます。この放送で学ぶことができます。そして、その、ネット教会もありますので、皆さんネット教会に参加する方法もあります。十字架見せてください。今十字架これしか見せれません。十字架これしか見せれません。
そして、イエス様の教えを学ぶ方法はいろいろあります。で、特に皆さん、ネット人間ですから、皆さんネット人間は幸せです。ネットでですね、イエス様の、教えを学ぶことができます。一生お酒、お酒はですね、やっぱり、あれです。お金の無駄だし、酔うとですね、イエス様の教えを学びにくくなったりですね。酔っ払うとですね、考えることも億劫になるでしょう。ですから、お酒は良くないですね。むしろ、信仰によってですね、信仰によって酔うっていうか、神様の祝福で酔うことができますので、お酒で酔うのではなく、聖霊に満たされて酔ってください。聖霊に満たされると、酔ったような気分になるんです。ですから、お酒とか麻薬とか、そういうのは偽物なんですね。偽物。つまり一時的で、本当じゃないんです。聖霊に酔うことが、一番大事なことですね。聖霊に酔うと、喜びが来ます。平安が来ます。ぜひ皆さん、その、信仰による喜びを体験しております。信仰によるですね、なんて言うんでしょうかね。平安とか、喜びとか、そういうのを感じてほしいと思う。はい。それでは、証し行きましょうか。ね。本当に、12月28日、知らないですね。ねえ。12月25日は、キュウちゃんに寄ってきた。聖霊で酔いましょう。聖霊で酔いましょう。町内会や飲み会でお酒飲まないの？はい、飲みません。そういうお酒の付き合いはしませんね。お酒の席は遠慮しています。12月18日知らない。12月13日知らない。動物園にうんざりしました。天国に行きたいです。まず、ルークさん、この地上ですることがありますね。この地上で私たちは、神の仕事をしましょう。私たちの人生は、快楽のための人生ではなく、神のための仕事が人生なんです。ですから皆さん、神様の仕事をしましょう。ね、神様の仕事をしましょう。それでは明かしタイム。イエス様を信じたら、人生が、虚しくなくなって、無駄なことをやめてきた、という証。イエス様を信じたら、ゲーム、ギャンブル、お酒、タバコをやめれるようになった証。イエス様を信じたら、無益なことをやめるようになった証。スタート。自分の人生は自分のものじゃないですか。そうですよ。皆さんの人生は皆さんのものですが、イエス様のために使うならば、それが本当の人生になるんだということ。自分のために、使うならば、命を失うと書いてありますね。イエス様のために命を失う者は命を得ると書いてあります。永遠の命が欲しいならば、永遠の命が欲しいならば、イエス様のために、命を使うのです。人生を使うのです。ゲームは欲望の塊です。
イエス様に選ばれるにはですね、信じるならば選ばれます。朝起きて親にハレルヤと挨拶しました。アメン。永遠の命なんてあるの？あるんです、あるんです。永遠の命があるんですね。私たちの人生は永遠の命を得るためのチャンスなんですね。チャンスです。その顔で永遠の命はきつい。天国行くと30になります。アスペ見下すのをやめました。天国行くと30になるんですね。私は今65になろうとしてますけど、天国行くと30になります。自分と愛するものにしか使いたくありません。それは虚しいのです。それは虚しいです。永遠の命あります。永遠の命があります。あなたも欲望の塊？欲望の反対は信仰なんですね。欲望の反対は信仰です。昔は、水の中にアルコール入れた。あ、酔うことがなかった。ああ、そうかもしれないね。児童ポルノを捨てました。キリスト教になるためにはどうしたらいいですか？イエス様の弟子になりましょう。ね。イエス様の弟子になるのです。悔い改めてイエスキリストを信じて、イエス様の弟子になりましょう。洗礼を受けてくださいね。洗礼を受けてください。洗礼を受けたい方は、問い合わせくださいね。問い合わせください。ドラクエやみたいです。はい。イエス様に祈ってください。イエス様やめたいです。やめたいですと言うとやめられるようになると思います。日曜は歌うのですか？明日朝、10時半からですね、ニコ生で礼拝ライブがありますので、皆さん来てください。教会に行ったら自分のペースで瞑想していいんですか？祈りは自由にしてもいいですよ。祈りは自由にね。そして、でもイエス様に向かって祈ってくださいね。イエス様に向かって祈る。それが大事なんです。近くの来たいけど。はい、でもどんな教会かチェックしなきゃいけません。あ、なんかびっくりした。今、松ぼくりが落ちてきましたね。この今、松ぼくりがですね、ポコンと落ちてきました。その、頭に落ちなくてよかった。頭に、結構あれ痛いですよね。頭に落ちたら。頭に落ちませんでした。落ちたら深海。サタンに狙われてる。まあ、たくさんありますね。松ぼっくりたくさんありますから。当たる可能性はあるでしょう。万有引力の法則が実証された。確実にゲーム依存が治ってきている。アメン。よかったですね。確実にゲーム依存が治ってきている。皆さん、この放送を見るだけで、この放送を見るだけで何か変わってくるんです。精霊バリア。神の力は働くのです。ゲームは飽きました。ルークさん。ゲームは飽きました。思いっきりやめましょう。
思いっきりやめてですね、良いことに時間を使いましょう。ね、放送する方がいたらですね、電動放送してください。ね、普通の放送は、意味のない放送です。時間潰しの放送です。もし、放送するならば、電動放送してください。ね、クリスチャン放送してください。もし皆さんが、クリスチャン放送を始めるならば、それは素晴らしい時間の使い方です。放送している方たくさんいるんじゃないですか。ぜひクリスチャン放送しましょう。信仰的な放送です。信仰的な放送しましょう。アイリさん、ありがとうございます。この放送は中毒になりますか。まあ、中毒というよりも、いい放送、ごめんなさい、いい時間の使い方に、だということですね。イエス様は言いました。本当に大事なことは一つです、ね。本当に大事なこと。それはイエス様の御言葉を聞くということです。イエス様の御言葉を聞く。皆さんが、霊的に成長して、霊的に成長して、良いことと悪いことを見分けてですね、良いことを選ぶ力、分別と言いますか、神様が喜ぶようなことを求めるんです。つまり、無駄な時間というのは、神様が喜ばないということですね。無駄な時間は、悪魔が喜ぶと言ったらいいでしょうか。しかし、信仰というのは、神様が喜ぶような時間の過ごし方。毎日神様にお祈りしています。素晴らしい。もっともっと、ね、もっともっと神様に近づいてください。イエス様に近づいてください。ね、イエス様は皆さんの心が欲しいのです。皆さんの心が欲しいのです。イエス様に近づくのです。イエス様に近づいて、もっともっと、もっともっとですね。イエス様の喜ぶような生き方、時間の使い方。皆さん若いですから、ね。10代、20代の人がたくさんいると思いますから。皆さんこれからです。これから皆さんはものすごい素晴らしい、生き方ができるんです。神の力を帯びた人生。神の力を帯びた人生を生きることができるんです。今までは神抜きだったので、ね、無力な人生、無力人生かもしれません。人間の力は無力です、ね。無力人生です。しかし、イエス・キリストを信じて、油注ぎを受けるならば、神の力人生、神の力人生を送ることができます。人生というのは、そもそもそういうことなんです。人生というのは、神と共に、神の力で生きるのが人生なんです。神の力で生きる人生。それがダイナミックで、エキサイティングで、素晴らしい人生なんです。それが人生なんです。ね。もう暇つぶしするような人生ではなくて、もう時間がむしろ足りないぐらい、もっともっと、時間が欲しい、もっともっと時間が欲しい、そういうですね、神の力人生を送りましょう。エキサイティングで、ダイナミックな、素晴らしい人生を送るんです。いつでも、今からでも、今からでも、そういう人生を送れます。神様の働きを見ると、神様の力を見ると、ワクワクドキドキ。ワクワクドキドキ。そういうですね、楽しい人生が始まります。今日チャンネルありますか？今日の夜は、ニコ生のチャンネルで放送します。今日の夜は、土曜日に夜1回だけ。人生エキサイティング。そうです、エイジさん。
人生エキサイティングです。人生、エキサイティングです。ね、ニコ生見れない。ニコ生見れない。あ、かわいそうですね。皆さんが素晴らしい人生を送ってほしい。もう、この平安に満ちて、喜びに満ちて、楽しい人生を送ってほしい。神様が働く人生、神の愛が満ちる人生。皆さんがですね、その、何でしょうか。寒くないですか？そうですね、そんなに寒くない。そんなに寒くないですね。いろいろな、ね、その、イエス様の教えを学ぶことによって、どん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 皆さんの人生が改善されて、特に神の愛を知るとですね、YouTube 上げます。はい。YouTube 上げますよ。神の、その、Qちゃん放送終わったら、何、今日は松屋に行くかもしれない。わかりませんが。松屋に行くかもしれません。神の、ね、神の愛で、その皆さんが今日関わるさまざまなことの中で、以前は死ねと思っていたけど今は応援しています。アメン。素晴らしい、素晴らしい。奥さんが作った料理は食べないの。多分ですね、多分、そのまだはっきりしません。明日ですね、明日、あの、その誕生日のですね、料理を食べれるんじゃないかなと思います。はい。はい。まあ、そういうわけで、皆さん、人生を楽しむ手を喜ぶ生き方があるんだということです。誕生日はあさってなんですけど、ね、明日その時間があるので、明日やるかもしれません。人生ね、その神の愛によって、人生がガラッと変わりますね。神の愛がなければ、もう人間関係も、あの、辛いという感じ。人間関係が苦しいみたいな感じ。で、神の愛があると、神の愛があると人間関係が楽しくなります。人間関係が楽しくなります。ぜひ皆さんが、ね、その人間関係が、その、楽しくなる人生。人間関係が楽しくなる人生になってほしいと思います。はい。それではですね、ファイナルメッセージ行きましょう。ね、ファイナルメッセージ。お酒飲まないと仕事していられない。まあ結局は、その、神の愛の代わりにお酒という感じでしょうか。そう、月曜日ですね。月曜日です。神の愛の代わりに、その、ゲーム。神の愛の代わりに、ギャンブル。神の愛の代わりに偶像という感じでしょうか。ダイナミックなファイナルメッセージ。ダイナミックなファイナルメッセージ。はい。そうですね。明日10時半からね、礼拝ライブあります。
礼拝は油注ぎが次です、この毎日の放送も油注ぎがありますけど、礼拝は、その特別に油注ぎが多いと思います。ぜひ皆さん油注ぎを求めてください。油注ぎを求めて、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。椿の花綺麗ですね。サザンカじゃないかなと思うんですけど、サザンカ、サポートランキング1位、サポートランキング1位。松山は出禁にならない、松山は出禁にならないよ。レアアイラブに行ったら菓子パン食べれますか？はい、軽食食べれます。町屋で食事するときにお祈りしますよ。で、大きな声でお祈りするので、ね、その他のお客さんもそのお祈りを聞くんじゃないかと思うんです。菓子パン目的で行ってもいいですか？いいですよ、菓子パン目的で来てください。はい、皆さん、信仰を恥じないでください、ね、信仰は正々堂々と、ね、恥ずかしがらないで、私はクリスチャンです、ね、私はクリスチャンです、イエスキリストを信じてますと、ね、恥ずかしがらないでやりましょうね。そしてもうお祈りもですね、もう恥ずかしがらないで、聞かれたらどうしようなんて思わないで、むしろ聞かしたいぐらいな気持ちでね、お祈りを聞かしたいぐらいな気持ちで祈ってください。教会を松屋にしやがり、松屋で礼拝をしたりして、はい、それじゃあそろそろ招きをしましょうね、はい、今日の放送を聞いて、ね、もう無駄な人生やめたい、ゲーム人生やめたい、ギャンブル人生やめたい、悪習慣人生やめたい、神の力を帯びる人生、神の力を帯びる人生をしたい人、アメンと言ってください。暇つぶしを求めるような人生ではなく、ダイナミックでエキサイティングな神の力人生が欲しい人、アメン。神の力を帯びる人生、神の力で生きる人生、神の力人生を送りたい人、アメン、アメン、アメン。これからは神の力を求めるんだ、神の愛を求めるんだ、肉の力ではない、欲望ではない、はい、ドナルドさんアメン、ドナルドさんアメン、神の力を帯びるんだ、神の力を欲しいんだ、神様のために生きるんだ、イエス様のために生きるんだ、イエス様のために生きて、神の祝福が欲しい、神様の祝福が欲しいという人、アメン、アメン。素晴らしい、素晴らしい。アメンと言った方はね、もうクリスチャンとして歩みましょう。クリスチャンとして歩むのです。神様が喜ばれます。神様が皆さんを用いてくれます。皆さんに素晴らしいものをくださいます。恵みをくださいます。天のお父様、感謝します。どうぞ今、アメンと言った方々がゲームをやめることができますように。また悪習慣をやめることができますように、
虚しい方ではなく、その神の力を帯び、神の愛を帯びて、神様の喜ばれる人生が始まりますよ。あらゆる、その、イエス様の喜ばれるようなこと、良い行いに満ちて、良い行いに満ちて、光の子として歩むことができますように。イエス様、どうぞ、祝福してください。アーメンと言った人たちを祝福してください。リスナーを祝福してください。イエス様、どうぞ、彼らを、神の子として立ち上げ、世の光としてください。イエス様に栄光を返すような生き方、神の力に帯びた人生、神の愛に落ち、ご苦労さんは、神の愛に満ちた人生を送ることができますように、祝福してください。祝福してください。祝福してください。皆さんにはイエス様が必要です。力が必要です。イエス様の愛が必要です。求めてください。求めてください。求めてください。ね。もう熱心に求めてください。与えられます。与えられます。もう最高の人生。素晴らしい人生。イエス様と一緒にいる人生。全知全能の力。全知全能の力。神の平安と神の力が訪れます。求めてください。求めてください。求めてください。それでは皆さん、今日の夜はチャンネルです。それじゃあ皆さんありがとうございました。良い一日を。良い一日を。シャローン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 。